周書は中国三国時代から精神の武将。字はコイン。呉、精神に仕えた。幼修呉教文、幼専権の人。父は周法。子は周周札。技工師東岸にある周書像、川にて水地と格闘している。呉の有力な豪族の家に生まれたが、父の晩年の子であったため、幼くして、 父親を失った。衆書は若い頃は乱暴者でよく牢石を働き、郷里の人々に恐れられていた。ある時、衆書は郷里の不老に、今年は平和で豊作だったのになぜみんな喜んでいないのかと尋ねた。すると不老は南山の白学虎、長橋の水地、そしてそなたの3階がいなくならない限り、 喜ぶことができないと答えた。衆書はそれを聞くと、山に赴いて、虎を刺し殺した後、川に入って、水地と戦い、三日三番格闘し数十里も流された末、ようやくこれを始末した。郷里の人々は衆書が死んだものと思いを喜び、したという。戻ってきた衆書は、自分がどれほど人々に憎まれていたかをようやく知った。この時の、 衆書上三階の古事は、狂撃の演目にもなっている。そこで改めて自らの身を収めようとして、陸機、陸雲兄弟のもとを訪ねた。陸機が留守であったため、陸雲に面会した衆書は、自分の事情を告げた後、自らの行いを改めたいのですが、私はすでに年をとっておりますので、もう手遅れでしょうかと問うた。陸雲は、古代の人は、朝に道を聞けば、 ユーベニシストもかなりと言いました。あなたはまだ前途に見込みがありますよと答えて励ました。くして州書は行いを改め学問に励み、翌年には州に招かれ、呉の東刊作業となった。孫弘時代の末年には、無難徳となった。276年8月、呉れ境の陽線山に長さ十条余りの石があり、それは空洞があるので、石室と呼ばれていたが、 各所に随章が現れていると報告された。そこで、県主との当朝、県大城の宗署が、要仙県へ行き、国山として、法然の儀式を行い、同時に、法然国山碑が建てられた。二百八十年に、精神が五を滅ぼした時、精神の王根派立行の宮中で宴会を開き、呉の軍神たちに、祖国が滅びて悔しくはないかと尋ねた。宗署が、義は、 クレイよりも先に滅びました。国の滅亡に口惜しい思いをしたのは、一人に限りませんでしょうよと答えたため、王根は大変恥じったという。精神に仕えると、洛陽へ赴き、続いて、新兵軍大衆交換軍大衆を歴任し、いずれも優れた業績を挙げた。老いた母親のために辞職して帰京したが、間もなく座イの内氏に任命された。赴任する前に、 改めて三騎乗時として都に呼び出される事例を受けたが、州所は、個人は、大を辞して、小を辞さずと言い,い、先に、祖国へ不し式席を挙げた後で、改めて上京した。人々は、彼の行いを称賛したという。朝廷に入って、御守中進むとなったが、朝臣、権力者であろうとはばかることなく、不正を断劾した。両大柴が法に背いた時も州所は厳しく、 これを追求したので、彼の恨みを買うことになった。296年、帝族の西和都氏が反乱を起こすと、朝廷の人々は州将、現役将軍に任命し、芝、と、過去春の配下につけて、討伐に向かわせることにした。中書令、新人氏はこれに反対して、過去春と両王は、後続ですが、将軍の器ではありません。勝っても名声は上がらず、負けても、 刑罰を恐れる必要はないからです。宗書は、呉の人であり、忠義に厚く勇敢ですが、朝廷に敵が多く孤立しております。赤石弓将軍の猛官に、政兵一万人を与えて、宗書の先鋒とすれば、必ず族を鎮圧できるでしょう。しかしそうしなければ、両王は宗書に先鋒を命じ、故意に援軍を出さず見殺しにするでしょう。と上奏したが、朝廷が、 この意見を聞き入れることはなかった。孫修は修書へ、老母のことを口実に従軍を辞退することを勧めたが、修書は、ただしと皇の両方を全うすることはできない。今こそ私の死に時なのだ。と述べ、出陣した。このことを聞いた、蔡和人氏は、修福君はかつて、新兵軍大使として、文部の蔡が知れ渡った。もし全権を任せられていたならとても叶う相手ではない。 しかし、誰かの指揮下に入るのなら、恐れることはないな、と言ったという。果たして衆書は、芝、と、過去をとに陥れられることとなり、わずか五千の兵で、生万年率いる七万の兵と戦う羽目になった。衆書は、公演がない軍は必ず負けます。我が身が滅ぶだけなら構いませんが、それが、国の恥となります。と、芝、来進言したが、 彼らは聞き入れないばかりか、柴は、さらに、州諸軍の将兵が食事をする時間も与えずに、出撃を強要した。死を覚悟した州諸は全軍を挙げて力戦し、朝から夕暮れまで戦い続け、敵兵一万を撃破した。だが、矢がつき吹きがなくなり、援軍も来ないため、次第に形勢は悪化していった。撤退を進める者もいたが、州書は剣を持ち、 今日は忠義のために命を捨てる日である。と答え、さらに戦い続けたが、ついに力尽きて戦死した。朝廷は衆書を見殺しにしたことで、柴を叱責したが、実際に裁くことはなかった。衆書は後に、平成将軍を追造され、半額、縁から哀悼の死を捧げられた。子が後を継いだ。317年、柴英,英が、闘神の王となると、 大乗のが順からの定義によって、公の送り名を授けられた。衆書には、木語30編のほか風動記、語書などの著作があったという。チャンス書を儀行しには、衆書と一族の墓が発見されている。墓はすべて通路のある戦士墓となっており、中からは、精巧な作りの時期や、金銀の副食品など、歴史的に見て、 非常に貴重な副葬品が多数発掘されている。ありがとうございます。